なんやこれ、壁に貼ってあるの。あ、え、すごい抽選壁に貼ってあるんですね。あります。う、この辺に行きますか。行きましょう。え、すごいね、壁に貼ってあったね。行きますか。行きます、せーの、ドン。アウトちゃうこれ。63番目です。お願いします。はい、しょ。はい、失礼します。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔しますと。バラエティコーナーを見ましょう。なんか取れるやろ。ドリームクローは取れますね。チェンクロー。ドリ、あ、取れへんわ。ドリームクロー行くか。あと、シェイク3と、チュラメキ、セカンドギグ無理。まあいいや。ドリームクロー行きましょう。ヨシキさんの、リベンジや。いつかせなあかんと思ってたドリームクローやりましょう。おはようございます、いつもです。というわけで、本日のパオ松坂伝さんで、実践させていただくということで、とりあえず台の方は取れました。ドリームクルーン500の方ですね、僕の動画で打つのは初ですかね、初地かな。ヨシキさんの方では、勇姿の方を2度ほど見せていただいて、そのうち1回はなんと2000ゲームはめるという、伝説を残してらっしゃる、まあ、ヨシキさんの、方がもちろんあと詳しいと思うので、まあ、そちらの方をまず動画見てもらえたらというふうに思います。で、その後に、ね、僕の動画戻ってきてもらって、ドリームクローンの当て方っていうのを、ね、見てもらえたらなというふうに思います。はい、まあ分からんけどね、当てれるか知らんけど、結構重いんで当たったり、まあでも当てたら一発でかいだから、頑張って、やっていきたいなというふうに思います。しんどくなったら大移動します。はい、まあでもこれはヨシキさんへ向けた動画なんで、見ててくださいヨシキさん。行きましょう。本日、三重県松阪市にありますマッパオ松阪店さんでなりやがり、よいしょ、いいです。なりやがり、俺が今日ドリームクルーンでやったるでな、ヨシキさんの敵。というわけでドリームクルーン、あのね、休みの日にね、ちょろーっと打つことあるんですけど、あんまり理解せず打ってるんで、とりあえずボーナス引き合いっていう、まあ、関係ない、まあ、だからあんま設定を意識せずに、とりあえず当てたら500枚各でもらえるんで、っていう話ですよね。まあ、あとはもう、YOSHIKI さんの動画見てもらったら、あーた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 らたらたたたたっすね、これ、こっちバーン行けば、そのままクルーに行くと、で、チェニーさえ取れれば問題ないと。いう感じですね。で、要はクルーンに球が行くのが、まあ、大体約ですけど100分の1ぐらい、そこにまあ設定差あって、で、突破率っすね、もう、まあ、約5分の1ぐらいで、約500分の1ぐらいになるっていう、これチャンスリプレイです。まあ、要はでも500分の1をスッと当てたら勝ちですわ。前日前々日当たりだしよ。一応ちょっと回されてます。1300ハマってんだけど怖いんだけど、怖えよマジで、やなんだけど。おい、来た来た、タッ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 タ、残念。まあ恋愛聞いてましたっていう話やね。チェリーだけ狙っとけば、あとフリー落ちで OK ですね、右左。まあ一回は当てないっすよね。あと俺気づいちゃったんですけど、ここのお店パオ松坂店さんっていう、なんか象みたいなキャラクターが、イメージキャラクターみたいな、イメージキャラクターというか、なんかまあそういうキャラがおるんですけど、おるやん、おるんすよ俺、ここに象が。これは優遇してくれてるんじゃないですか。いますからね、ここに。いいな、行かないんだけど全然。これは来るんでしょ、来るから何あります、うん、しかないっすよね、こんな来る、何やねん
腹立つな。クルーズ。え、なに、俺もう1番使ったん。やば、怖えんだけど俺これ大丈夫かな。え、途中で心折れたらマジでみんなごめん。頑張るけどもう300回してでしょ。ありがとうございます。いつもね2万かかんない。まあでも俺あまり玉だから打つからな結構。よくよく考えたらあんまお金入れることねえわ。起きた。青じゃ無理やもんな。チェリーでしたね。あ、来た。おいた。いやー、初クルーン来ましたよ。5分の1で当たると言われております。364ゲーム。もういっちゃねえやからや。もういっちゃってもう初っ端からズバッといけ。ズバババッと、ズバババッサリある。あ、うーあー、そう。まあまあ惜しかったんでないですか今のは。初クルーン。いや、できれるのは分かってるんですけど楽しいっすね。さあ、もう500回で超えてますね。これはもう、あ、やばいな、マジで。もうなんか今音鳴った気がする。熱々。あ、チャンスベルや。これ投資する前に来たかもしれん。これ611ゲーム、いきます。パーパーパーパラッパ。ロケットとロケットやな。ベルコボシかな。さあ、とりあえず、え、青やん、行けよ。よしよしよし。いや、マジ頼む頼む。ユキチパワーでここここここ入れなくていい。ユキチは入れなくていい。たっすよね。まあ入れました3枚目。うわー、マジか。よしきさんもこんな気持ちやったんか。クルーン今2回目っす。600回出るようやく2回。ひどい。寄せる。あー、もう全然ダメや。もういや、当たりの絵はもう取りに行こう。さすがに天井ねえからな、これ。さあ、4枚目です。あ、まだやった。1000あるわ。でげー、助かった。4枚目入ると思うんで、ちょっと雪地置いときましょう。4枚入ったらもうまくりやがろ、これ。いけんのかい。予想してもらいましょうか、みんなに。何ゲームで当てんのか。ちょっとまあ、コメント欄とか見ずに己の力だけでちょっと予想してみてください。磯丸は何ゲームで、これ500ですよ。クルーン、ドリブクルーン500の方ですからね。どれぐらいで当てられるか。まあちょっと考えるじゃなくて予想してみてください。緑やぞ。まあ行ってまい。なんでやねんお前。うわ、マジで。あ、これはいったか。これはいきましたね。よっしゃ。いや、もう頼む、本当に。987ゲーム。あー、マジで頼む。頼む。手前手前ある。あー、もうえってマジでおかしいよ今の。今のすね、これ無理やったらもう。スイカがよく来るようになったら、これ行くんじゃない？もう一発。おっしゃ、これは行くぞ。いや、もうほんと5回目かな。もうええ、もう決めよう。当たるやろ。いや、もう笑うな笑うな。綺麗に入れ。出まえ。
げで1006ゲーム。よっしゃー、当たった。簡単やな、これ。簡単やな。青の方が偉いかな、これは。ボーナスは3、4か、投資が。まあ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 、まくれなくはない。2000枚でしょ。ピンクピンクピンク、 OK。 さあ行きましょう。ボーナスとプラス ART で、500枚を書くですね。まあ、ここからの消化は、まあ、波通り従ってたら OK で、ずっとベル来るんですけど、まあ、ボーナスの跳ね出し枚数終了したら ART にキュッと切り替わるっていう感じで、サマイス管理でボーナス終わった後 ART まで準備中あるんですけど、絶対に減ることないです。っていうのも普通は外れ目出て減るように見えるんですけど、払い出し枚数が増えていくんで、確実に500枚は取れます。よっしゃー、たっぷんねー。あとはまあこの最中ボーナスとか引いて ART 入ってからね、ラウンドを上乗せしていくっていう感じですね。まあ、ボーナスいけないんで、まあ比較的早かったんじゃないですか、僕にしては。わからんけど、スローパッチメンバーにしては早かった気がする。ヨシキさん、これの倍ハメでなと思ったらすげえな。さあ、多分このラウンドの途中で、ART に切り替わるかな。さあ、ここからですね。ここから、ART 準備中になってます、今。で、今、枚数減ると思うんですけど、ここは増えてるんで、差し引きプラマイゼロになってます。3枚使って払い出しなしで3枚取れるみたいな感じなんで、まあ、突入にプレイ来るまでは減るようで減らない。そしてここで入ってボーナス引っ張ってくる可能性も全然あるから、なんとでもなる。さあ来たか。じゃあ時間量いきます。120枚ですね。まあ10枚ちょっとぐらい得したんじゃないかな。で、まあ、ここから ART になります。で、この消化中も、クルーンの抽選してるんで、クルーン引っ張ってきて当てて、出玉加速プラスラウンド上乗せと。さあ扉青、終わりですねこれ。いやー500ちょいかな。はいはい、開け。そう、526枚、ちょっときついなマジで。あの間にボーナスいくのはなかなか知らんの技ですからね。あ、跳ねるフラッシュ入りましたね。高速フラッシュだったら結構設定いいのを確定するみたいな感じですけど、で、このサーカスランプの消える時の色も設定差あるみたいですけど、100回転ぐらい回さんとあかんねこれ。さあどうする、どう立ち回る。これ一旦回りますか。なんか空いてるかもしれないしね。今の僕がね、これ早くボーナス当てれるとは思えないんで、ちょっと回り見に行きます。一旦ね。移動してきました。何狙うんやこれ。あ、そうや。すいません、結構久しぶりなんであれなんですけど、590ゲームぐらいでしたね。で、吉宗とは言いましたけど、こいつもちろん
吉宗極みのホース、もう行くとこまで行きましょう今日は。まあ将軍ラッシュ引きゃいいでしょ、大丈夫大丈夫です、フリーズ行きゃいいんで、まあ、あとビッグ引かしてもろたらもう一発っすわ。うわなんか今日俺えらいことなりそうだな、やばい帰省、もうマジこの台本当にやばいっすからね。ええやん、ええやん、これ当たるかも、これいいかも、よしよしよし、おっかけ830、ほいほいほい、待てー、屋上行けばてか屋根、屋根ですね、屋根、わあダメか、山田あるぞ、屋根、いやあ弱えか、そうそう、やっぱ吉宗ってなんかね、極みの場合だとビッグ引いた時点で特化ゾーンついてくるんで、ビッグさえ引けたら感あるんですけどね、まあ、あとはもう7ダブルゾロさせるだけなんで、まあ、ここまで来たら1000ゲーム超えてほしいね、1500はビッグ確定になるんで、これ今4枚目3枚目4枚目4枚目からの極みはやばいってマジで、これはちょっとコンプライアンス大丈夫かな、うわー待って984ゲーム、これやばいんじゃない、待って超えられないですね1000ゲームは。赤、ああダメだね、あまだ全長続いてんな、あ996、997で、これカモン高額じゃーってなったとしても全然いい、上がんのかい上がんのかい、さあこれで1000ですね、こっからは、ボーナスが、ビッグ確定になります、あたかだこれ、あたかだこれ、これお前天井じゃんけこれ、5枚目入りますか、え5枚目入ってるこれ、お前もうこのアドバンテージどうやっても無理やろ、これいやでもビッグ一発で夢はある台なんで、幻のダブル揃いをお見舞いしてやりますよ、25%、あのターゲットは撃ってんだ、あいけるか、いけちゃうこれ、あいったろこれ、よっしゃ、あ1317ゲームだから、1320ゲームぐらいかな、カモコカク行きましょう、いい堀の時に狙いを出す、紫は全ナビ確定なんで紫をまず出したいんですけど、まあやばいですねこれは、青も多分ね、2択ナビ 3% とかだった気がする、あ、緑はね、結構ありますよ、20% ぐらい来たような気がする、あ、これ保留変えれますよ、何すべ、おりゃ、弱っ弱っ、次のゲームでカットイン出せばワンチャンある、いやー下手くそ、こっから外すまでですね、じゃあまだ緑あるよ、いやーダメ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 、いやいやいやいいいい、弾を弾稼いでる、メダルが出てるぞ、これ超えたい、よし赤もあるぞ、ここで出す、いやー下手、あと2ゲーム食べます、よし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 、うわいやもうこれはいってほしいよ、黄色はこれ回避ね、バカー、これはきつい、
あーもうやってるわ、赤まで行けよ。ええけど別にもうあとちょっとであれやから、炎上やから。まあでも玉増えたら嬉しいんですね。クレジットもあったらってレギュラーボーナスぐらい出たんじゃないですかこれは。いやマジでもうボーナスでまずぶっ壊して AT でまあ AT でまあダブルドローさせて AT 入りつつボーナス 1G 連してまたシングルドローのボーナス 1G 連してそのうちのどっかで2000枚上乗せする。はい、やった。さあ特大祝合格になるやん。さあ1450ゲームぐらいですかね今。 OK、 なかなかの破壊力ですね。はい、いやマジマジ許さん。いきます、4球ほらビッグです。さあこれ一応7ダブルドローするんですけど、中段中からが見てるんですけど、中の中段にバーをビタすると姫ビッグになるんで、頑張って姫まで滑らしましょう。まあまあまあこれは分かってることなんで、ビタ成功したら演技から AT 入ると。いややめよそういうの、よくないわ。いや行きましょう。あやってもうたおおこれ AT 入らんやんこれ。いやまあいい大丈夫関係で吉村でいきましょうか。いきます、もうランク次第。あとこれなんか何ゲーム超えるといいとかなかったっけな、4ゲームぐらいだったっけな。ここでいっちゃうか。はい、で満了ランブ。お赤ハイヤこれいけるぞ。いや行きましょう、行きます。もうここで頑張るしかない。G 以外はライブ全く見えないんですけど、ライブ的にランク決まってて1回出ることで14ゲーム先までランクが決められてます。でそれを参照して上乗せの、枚数ですね。まあそこそこ継続率あると思うんで。あーちょっと嘘やろ、終わった、もう無理っす、もう無理っすわ。もう7揃いさせるしかないっすよね。もう7揃いさせてもう一回ビッグもらってそこで頑張るみたいな、あんまりやぞこれは。天井までハマって40ゲームはさすがにないわ。40ゲームじゃない、40ゲームやったらええけど。いや待って待って、これいったんじゃない、普通吉村の勝手になんで。ダブルダブルいっちゃっていいっすか俺。よくそくそじゃねえわこれ、マジこれくそ嬉しいこれ。 AT プラスボーナス 1G で確定なんでくそ熱いっす。やったぜ、よっしゃ。いやまだいけるね、まだいける、まだいける、まだいける。あー危ない、嬉しい、思わずくっそって言ってしまったもん。嬉しい、これはありがたいです。いやいけるぞいけるぞ、時間もまだ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 余裕あるんで。いやこれはいける、ごめんな勘違いしてたら、なんかダブルしかないみたいっすね、すいません。感極まってましたわ。行きましょう、はいナイス、今度こそ行きましょう。これですね、これがビタでずるっと滑って姫ビッグになると。ほいよ、ちなみにフリーズした時も姫ビッグになって、確かそれ中段ドレルだったかな。はい、これちゃんと液晶も変わってくれるんでいいっすよね。テカレッテ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  G で行きましょう、Dスプラッシュ、ドゥブ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 、いや、あいや、さあディスプラッシュ、
ここがまあいいか弱いですね、ランク。あれか、これゲーム数か。あ、そうだそうだ、枚数じゃねえわ。さすがにまだ大丈夫。うわでっけー、これはでけえ、マジで助かります。あ、早すぎる、早いっすね。60ゲーム、まあ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 、50取れたんでよかったっすね。おお、リールアクション入ったね。じゃあよっ、さあチャンス目。いや、いけんじゃないこれ。ダメか。あ、いった、 OK。 弱いね。うわー、がいい。どうしたどうした。いや、これ今日あんぞ、これ成り上がりがあるかもしれない、これ怖い。ダメか。いや、全然いい全然いい、全然でかいっす。これで135ゲームで、吉宗極みは80ゲームあるから215ゲームスタート。いや、これはまあある程度爆走できますね。で、セット数は差あり、ゲーム数は差あり、で、技術ボーナスにも行く特化ゾーンもある、で、継続率も一応あるっていう AT ですね、爆走バブル前は。ただまあ継続率に関しては期待しない方がいい。マックス継続 72% で、ほとんど 55% もいかないぐらい、 40% いけばいい方っすね、継続率は。さあ行きましょう、430枚ぐらいかな、428枚、吉宗と忍者行きましょう、爆走バンブル前。一応ヘルメットかぶってるんすね、一応見ました今、俺知らんかったわ。あの、カツラというかちょんまげのヘルメットかぶってるんすね。行きましょう、よし行くぜ。いや、まくれるぞ。2500枚出しゃいいでしょ、全然いける。さあ215ゲームからスタート。で、通常時と同じようにカモン合格、キャンプ合格、入る可能性あります。あとゲーム数ももちろんね、あるんで、まあ、いろんな角度からボーナスを狙えると。さあ残り半分ですね、もうなんかダメそうな雰囲気。下パネ消えたよ、よっ、これはチャンス目ですね。おいよ、さあ行け、上乗せと、お、いいぞいいぞいいぞ、もう一個もう一個もう一個、行くぞー。さあ行け、フルバイホージャーイ、でかいでかいでかい、ナイス、よし、それだけで終わんだよ。待ついらぬ。いや、きついかこれは。あー、これはちょっときついですね。いくよ、あ、くそー、ジャック、弱いね。お、飛んだ、まあまあまあ、全然 OK 全然 OK。重たいの引いといて、これはないぞ、ほらね、終わんないよ、よしもね、よーしよーしよーし、チビ中段チェリー、お、バウンド、いいね、20からの、まだまだまだあるぞ、弱いか、赤いけ、くそー、駆け抜けるぜこれ。なんか偉い役をいかなあかん。残り16ゲーム、もうなんか何かの間違いで継続してもらうことを期待するしかないっすね、もう。さあ来い、あー、こっちがいい、おっしゃよっしゃ、よし、5番、何柄やったっけあれ、万両柄やったっけな、名称忘れましたけど。いや、マジ爆乗せしましょう、もう一個もう一個、こうやろここ、お、てっぺんまで行きましたよ、
ちょっと上乗せしそうなんで、ちょっと箱に移します。よし、行くぞ、行きます。嘘、だがこれはこんなことある、こんなことある、すいません、だが生き返った、いけるぞ、いける、よっしゃ、マジで何が起こったかよく分かる。マックス150じゃないのこの台、アマン工学もいけ、もう、それはちょっと取れなそうですね。取れへんのかい、アマン工学が取れない、延命した延命した、炎上行ってくるわ。いやでもここでやっぱもうボーナス絡めんとね。でまあ単純計算2000枚のあとマクロのに500枚ぐらいいるんで、まあボーナス持ってきてって感じやね。で7揃えた感じやな、勝ちっつうかトントン、それでトントン、まあでもトントンとか言うてますけど、こんだけ入れちゃってる自分が悪いんで。いやマジ吉宗さすがっすわ。いや結構薄かったっすけどね、多分 0.99% だと思われます。単純計算200枚言うだけ、2000枚言うだけ、2000枚出やへん、これこのベースだとめっちゃリプレイとベロリプレイ来るんすよね。8枚ベルっすよこれ、8枚ベルのマシンでと思ったらあるぞこれ。よっしゃ3連来た、もう一発いきます。うわーくそー、頼む剣舞合格でいいからやらせてくれ、ボーナスのチャンスが欲しいよ。うわー、もうじゃあ無理だって、おいった、よし、いやあかんって、おい、なんで今はベル引いてくれ、頼む、今はただひたすらベルを引いてくれ。そう、弱い、いや、いけ、リプレイ行きすぎやん。いやー、行ってくれよ、吉宗、弱いわ。ボーナスチャンスだったのにな、こんだけ上乗せしても次のボーナスまで繋がらへんで結構やばいっすね。さあ残り100切っちゃいましたね。ボーナスはいつ来るんですかね。さあ前兆始まってんの、いやマジ500のところで行ってくれよ。さあ合格、残り81ゲームやからな、弱いだろうこれ。いやーちょっとやる気が感じられないな、ないから激弱だな、やれな、もう家紋合格とか持ってきても自分で決めるしかねえよこれ。さあ待つ、はい、お決まりの、こいつめちゃめちゃ強いんだよな、相手将軍ですからね。いや待て、3連あるぞ、よし、あこれ2連か、うわ2連だったか、こんなん俺また回してまうね、このゲーム数で AT 終わったら、ほんでまた飲まれて、飲まれた、これ飲まれたら2000枚全部飲むやろ、天井行ったら900ゲームぐらいやからな、全部は飲まんな。おーおーおお、乗ってくれ、まずよし、チャンス、いいぞ頼む。いやー微妙か、止めよ、赤いんで大丈夫ですかね、チュチューダメでしたね。
弱いよ。カモン工学くそおおおさあ強手に重やけどこっからよ。 OK 重刻む刻む。おいあーだね。なんでいかへんねん。優しくない。あまだ続いとったか。これはいきましたね。よっしゃカモン合格決めます。頼むぞ。下まで消えた。なんやこれ。あーええ下まで消えてこれ。待ってこれゲーム数かぶったら将軍らしいチャンスやねんけど。まあ行きましょう。これはさすがに取りてえな。行ってまえ行ってまえ。なんでや何が足らんねん。わからん俺には。いやもうどっちか落ち着け。あと3ゲームあるぞ。大丈夫。いやいいぞいいぞ。なんでやどうやったら当たんねんこいつ。わからんもう当て方が。ボーナス絡められへんのは結構きついっすね。まあ、むしろ用を伸ばしたっていう話ですけど。ボーナーなしで。さあ頼むここラスト決めた前ここで。さあ合格。弱いな。弱えよ上様。弱えよ。さあベルどうした。3連4連までいけ。さあ4連はなし。キャンプも来た。いやあとはここでチャンス目。チャンス目をいけ。ここでチャンス目引いて将軍ラッシュ。ずっと残り1ゲームで止まってますわ。やれやかさあよっしゃー、危ねーっす。残り1ゲームで耐えた。将軍ラッシュ来い。なんかの間違いね。大当たり。化けが怖いぞ。ようやくボーナス来た、本当に。まあまあでも得て終わるまでにボーナス当てれてよかったです。これビッグやったらまだ可能性全然ある。化けやったらもうあの残り汁って感じ。狙いましょう。負けっすね。お小遣いやもんな。いやーポンコツ。おい。あー強いですね。行きましょう。何ができるんだ。ジャック。さあ行きます。残り11ゲーム継続してもらうことを祈るしかないっすね。さあまあ長かった AT がとりあえず終わり。まあ長くはないか。さあ対決いきましょう。はい。いやー終わったっすねこれ。勝ったら一応継続なんですけど、継続率確か 0.5% とかもあるんで無理っすね。さあ637ゲーム2250枚。あと200枚やったんですけどね。惜しかった。
で一応こっからなんですけど引き戻しの可能性があるんで回します。でそのまま天国の可能性まで回してちょっとこの台はおさらばって感じかな、まあ、追いかけてもいいっちゃいいけど、いやでも危ないね。でげーここで当たりそうやな。でもこれは多分生き物しの業務数超えてるんで生き物しではなさそうな気がするけど、ポンポンポン、ああ矛盾ですね、当たり、演出矛盾です、ナビ矛盾じゃなくて引き戻しちゃった、ぴったり。ああそうか、俺なんかゲーム数今後変になってるかも。上のデータカウンターはぴったり32なんですけどね、まあよくわからない。まあ行きましょう、大盤振る舞いじゃ、ああそういうことか、まだこれ引き戻しちゃうとは限らんか。え、爆走大盤振る舞いやろこれ、違うの、それボーナスか、あ大当たりでしたね、ボーナスでした、ごめんなさい。てっきり生き物したんかと思ったんですけどね、ビッグ、よっしゃー、でーげー、これバグったんじゃないか、ギリギリ。でもこれ天国まで回さったらあかんからな、それで減る。姫で行っていいですか、僕姫が好きなんですけど、いやいや、やめた方がいいか、いやいや、ごめん姫で行くわ、好きなやつで行かせてもらいます。はい、行きます。このね、どこに何が起こってるか全く分からないのかね、良い、まあ、大体分かるけどね、確かこれって。はい、花歌チャンス、はいよ、さあ行きましょう、ほいほいほい。なんかね、花歌チャンスの方がね、なんか続く気がするんだよな。さあ、姫が揃った、危ない、耐えろ、うわー、そうでげー、姫でいっぱいの手だから、まだこういうのになってくれるから結構姫は好きっす。さあ行きましょう、さああとはこれ楽しみなのは最後ですね、最後まで何が当たってるか分かんないんで、まあこういう時にね、こういうの狙ったらね揃うんですよね、今回揃わなかったですけど、お手順正解で揃いますね。絆松は無理だ、さすがに、うん、ジャックも無理だ。そしたら400万ぐらい取れるからタップル、トップラスいきましたよこれ、いったっすよ俺。よし、とりあえず今ビッグ中ですけど、2450枚超えたんでまくりです。よしなんですけど、まあまだね天国回さなきゃいけないんでマイナスになる可能性があります。全然あるっすね、多分あと200枚ぐらいかな、200ちょっと。いやー、いい立ち回りでしたね、天井まで行きましたけど、引きに物を言わせた感じあるっすけど、まああのダブル揃いから流れを変えた。おおわ、みのりか、チャンス目、さあ来い、取っててくれ、プッシュ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 、いやいっか、待つ、いったか、いったっぽいなこれ、はいドン、よしナイス、これはありがたい。さあ行きましょう、延命しましたね、揃ったやつ出さないとね、いいぞ、よっ、何枚ぐらいかな、やつが出ないとね終わんないんで大丈夫っす。危ないこれ、 OK 回避、これ回避です、しかも乗ってますからね、うわ終わった、まあまあまあ妥当かな、これぐらいだって可愛いもんっすわ。さあ頼むぞ、上乗せ上乗せ、一気一気こちらよ、上乗せってなんだ、あー残念、越後屋と吉宗2792枚ですね、頑張らないかな、とりあえずここで、まあ中身はね
あ、変わりましたね、はい、まあ、というわけでこんな感じでとりあえずこれで一旦流してみて多分プラス席になってるはずなんで、いや、よかった、激闘でしたね、ありがとうございました。まあ、まだちょっと流してみるまで分かんないですけどね、最後ちょっとちょろちょろって回しちゃったんで多分大丈夫だと思うんですけど、一旦流してみたいなと思います。成り上がり、お疲れ様です、いつもです。というわけで今実戦終わりまして、パオさんですね、まあよかったです、結果的にはプラスに持っていくことができました。はい、とりあえずまずドリブクルーンですか、で打ってで、まあ、結構、まあ、線ちょいはめちゃって、まあ、相変わらず、まあ、僕も YOSHIKI さんも、ダメですね、まあ、ジャンジャン君が打ったらもしかしたらねあるかもしれないですけど、まあ、ちょっときつかったです、はい、ってなわけで、で、まあ、ちょっとダメやってやけど、まあ、その負債を吉宗で極みで取り返そうと頑張ったんですけど、まあ、天井行ってしまって、ああもうこれダメやなって多分みんな思ったと思う、みんな思ったと思うんですけど、まあ、300の手とかダブルドライとかちょっとやんちゃなことして、なんとかギリギリプラス、2000何やったっけ、あ、そうですね、2692枚回収で投資が2550枚なんでプラスで終わったぞということで、まあ、これが成り上がりと、まあ、あよい吉宗極みを打つっていうなかなか暴挙なんですけど、まあでもあの台自体はね、あんだけ出してもまだ顔が出てなかったんでグラフ下から思って、もう恐ろしいだよなというふうに思ってます。はい、まあでもそれはとりあえず置いてて、まあなんやかんや立ち回りは別に良くはないですけど、まあプラスに持っていけたんで、良かったかなというふうに思います。最後にね、コメント返しもだけして終わろうかなというふうに思います。DY さん、あ、これノルソの中ですね、 DY さんからゴッドインサート選ばれたら嬉しいです、ありがとうございます。まだ正式メンションになったか分かりませんが楽しみに見たいと思います、ありがとうございます。ゴッドインサートは、正式メンションになりました、大地さんですかね、あの大地作ってるのは大地さんの方にもちょっと、今からちょっと連絡して、あれはゴッドインサートやというふうにちょっと連絡したいなというふうに思います。嘘です、次、高博角田さんから、一発大忍耐が必要ですね、自分には無理だと、ありがとうございます。まあ一発大、まああくまで一発大なんですけどね、まああの台は一発大にしては当たりは取れるんで、まあ楽しい気持ちを味わえるんですよね、要はその常に感覚がボーンって入って、まあ三角玉なんですけど、まあ上皿返ってきて、でまたその玉で当たり狙えるんで、まあ約、3500円に1回は、はい、当たるっていう計算上で多分作られてるんで、まあ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 、そうだよ、まあ2体は必要ですね。でもはい、次最後、なーさん、導入部分のやり取り好きだわと、ありがとうございます。僕導入部分のやり取り覚えてないんですけど、あ、ホテルって あれか、あー、ありましたね。まあでもやっぱ弾をチロチロするやつは僕も好きやし、多分カメラもみんな好きなんですよ、なんでまああのやり取りなんだ必然かなというふうに思います。まあ今後はね、まあ、また他にも沼とか電流とか牛虎とかもね、あるし犬屋舎もあるし、まあ、その辺もね今後機会あれば打っていきたいなというふうに思います。まあ、あとは個人的には TOKIO とかね、まあ、やっぱその羽物系もやっぱめっちゃ漏れていっぱいあるんで、その辺もね、まあちょろちょろうちはするんですけど、まあそれ動画にならへん時が結構多くて、まあ動画に、できるように頑張りたいなというふうに思います。一日中羽物打つとかもね、皆さんのご要望あれば僕やるんで、まあジャンジャン君もやってくれると思うんで、まあこれからそこまで数週よろしくお願いいたします。ありがとうございました、まくれてよかった。じゃあせーの、どっちか満発、せーの、いけますよ、こっちか、あ、青城時だ、お願いします、おい、トラウガラ、マジか、すげえ。最後まで見てくれてありがとう。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。成り上がりー。